なんかさ、うちのあの働いてくれてる、まあ、私もうまいことあの芸能の事務所ね、ホイプロコムにいるんですけど、ちょっと照明こっち向けてない誰もおらんのにごめん。あのホイプロコムという事務所にね、所属させてもらって、はい、芸能活動もさせてもらってるんですけど、まあ今は何だろう、リモートのね、結構番組っていうか MC なんかが多くさせてもらってるんですけど、うん、けど3日前ぐらいも 2.5 次元の舞台俳優さんの、うん、あのドワンゴの何やったっけ、ニコニコ生放送のやつとか行ったりとか、もうアクリル板があるの、こっちにイケメン俳優がいるのに行けないの、うん、やだわ、もう倒しててバーって行ってやろうかなと思って、もう刑務所みたいになるのバーって、うん、私が捕まってる方かな、まあそんなんはいいんですけどそれでですね、そんなお仕事もさせてもらいながらお店もやってるんですが、うん、私と同じ状況っていうか、お店もやっていただきながら芸能活動やってる、うちで働いてる海田亮太くん、うん、亮ちゃんなあ、まあ吉本にずっとおったんやけど、うん、まあ、ちょっと最近うちのホリプロに私もまあいろんなマネージャーさんちょっとご紹介つなげて、うん、最近会議所とかに入ってきたんですよ、うん、入ってきたおかしいで、今回、うん、2020年キングオブコント、うん、海田くんコンビでやってるんですけど、1回戦突破しました。もう嬉しかった。1回戦って結構鬼門なんですよ。あ、そうなん。 M1 に比べるとやっぱキングオブコントはちょっと大変っていう。え、キングオブコントの方が大変な。大変。 M1 はなんだかんだ2位までは行って、3どうかなってとこなんですけど、そうなんです、うん、だってあなた、あの海田くんのね、もし佐藤ちゃん、コンビの単独のネタとかいろいろ見たりもしてましたやんか。そうそうそう、はい、ほんで他の芸人さんにもいろいろ携わってるね、あなた。そんなみんな見てて、はいはいはい、なんで M1 よりキングオブコントの方が難しいわけ。私純粋に通らないんです。どう、なんか人数が少ないんですよね。枠が枠がすごい少なくて、あとそうなんだ、あの回数もめっちゃ少なかったんです。うん、1回戦2回戦あったら準々準決ぐらいので、それがちょっと1個増えたりしたのかな。うん、だからちょっとひどくはなったんですけど、今年はお客さんが20人ぐらいしか入ってないらしいんで、あのリモート、リモートジャブはコロナの影響で、一応お客さんもさ、イベントな入れてる。でも地方によってちょっと出演者の方が、あの感染の人がいたりして、ちょっとキングオブコントどうかなって部分も実はありながら、まだちょっと進んでるんですけど、だってうちらの R1 グランプリっていうやつもさ、はいはいはい、あの決勝戦は今回な、急にコロナの影響で入れへんなったよ、無観客で。そうだそうだよ、一番実はそれが影響受けてるんですもんね。そうなんだよ、あれだかわいそうだった。みんなここまで行った今年の人、私は3回戦で落ちましたけど1回準決まで行ってるんでしたっけ。そうそう、1回準決ね。準決はでもすごいですよ。いや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 、あれはもう募集人数多いですから。あ、また近所ネタ一緒に作ってよ。あ、ネタ全然いいですよ。まだあるまま全然時間あるけど、なんかそれに向けてのまあ、うん、それもまたやって、アルバムは出るから。でもさっき事務所ライブお休みさせてもらって勝手でしょ、アルバムは出たいなって言おうかなと思って。楽しいもん、私はスリリングな、ゾクゾクってすんの。確かに、金芸人の方だとあれぐらいしかないんですかね。そう、だからコンビの今回、りょうちゃんなんかもさ、M1 も出てやるし、キングオブコントとかもやってるやん。私もう、ピンはさ、ほんまアルバムぐらいしかないからね、大会が。そうですね、急にコンビでって言って、なんかやっぱ難しいじゃんなあ。その時だけユニットみたいな、だからちょっと亮太頑張ってほしいなと思って、嬉しいなと思って。次通ったら気持ちいいですね。 2回戦突破は結構、これ結構すごいやろ。結構すごい。そうだよね、だワクワク。今回で受けじゃないんで、多分判断基準が、その企画構成的だ。そう、多分作家さんにハマるかどうか、だからちょっともう結構大変かもしれないですけど。そうだよね、りょうちゃんも偉いなと思って、そんなもやりながらみんないろいろなことやってんねんなと思うと。いろいろやってますもんね。なあ、素敵だなと思ったの。そう、チョコ食べていいっすよ。チョコ買ってきたんです。何、美味しそうじゃないですか。食べてない、食べたことないわ。いや、僕もなくて。セブンシリーズ、はい、大好きだけど。やっぱ僕だといえばセブン。そう、大好き。大好きなんですよ、セブンイレブンが
で他のも好きよ。アメーバもローズもミニストップ全部好きやけど、セブンがまあ短いけどっていうことで。食べましょう、これ。サクッとこんがり焼きチョコ。いいの開けて。はい。これ美味しそうじゃないですか。美味しそう。いや、美味しくなさそうな言い方。あ、すごい濃厚。チョコの香り、ビター。軽い。もっとなんか、もっとずっしりするのかなと思ってた。すごい。なにこれ。持ってるっていうぐらい軽い。ほんと。あ、見て。これコーティングされた下のチョコ2層になってます。上がサクサクのもう見たわかる、乗ってる、うん、いただきたいと思います。美味しそう、うん、美味しそう。今言ったそのまんま下しっとり、うん、上なんか砂場の砂食べてるみたい。怒られねえ。ナイス。美味しいですか。めっちゃ美味しい、はい、佐藤ちゃん焼きチョコ、美味しい、うん、しつこくない甘さがな、なんか美味しいですよ。やばーい、やば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 い、美味しいわよ。あとこれも美味しいね。これ前、大分のゆきさんが買ったらうまかっちゃう。ね、うまかっちゃうは美味しいですよ。いろんな味あるね。これ食べたことないです。やろ、黒豚豚骨、あと高菜とか、あとレギュラーのやつとか絶対美味しい。見て、どうしよう、焦がしネギ風味一番いい響きですか。焦がしネギ風味、ポークエキスの豚骨原料中、黒豚豚骨は 50%。 これ絶対美味しい。ゆうまさんってラーメン食べるんですか。食べる食べる食べる。 なんで笑うの。いや、ラーメン屋とかなんか知らなそうですよね。何言ってんのよ。私関西人だから、まあ、あの関西のラーメンでも結構行くわよ。あのカムクラ、あ、新宿で歌舞伎町、ね、そうそうそう、あれは大阪のラーメン屋やからさ。あとまああの京都もね、大学の街だからラーメン屋さんがすごく多いじゃない、はい、代表するので天下一品。たまに無性って京都ですか。京都京都京都よ、店主は京都でございます。もう無性に食べたくなる時ない。あります、あります。あ、なんなんだろう、やっぱ天一って独特じゃん。あの社長とか幹部しか知らない、あのスープのね、はい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 、誰も社員もほとんど知らんっていうやんか。大好き。こってり、やっぱりこってりです。なあっさりの人見たことあります。あんまたほんと見たことないよね。男の人は大概もうこってりだよね。あとあの店によったらちゃうんやけど、チャーハンあったりさ。あります、あります。あの定食ランチが違ったりしますよね。そうやね、唐揚げあったり。そう、あの唐揚げも独特で美味しいな。好き、あっこの衣もなんなんだろうラーメン好きなんですか。ラーメン好き、好きよ。だから中華の結構好きやから。最近行ったのどこですか。最近はまあこんな期間であんま行ってないかもしれないですけど。そうなんだよね、最近ラーメンどこ食べたかな。けどなんかこのゆきさんのうまかちも家で食べたり、うん、あと他にもなんかいろいろラーメンを送ってくれた人がいっぱいいたんですよ。あの YouTube 見てくださいそれを家でいいな、羨ましい生活じゃないですか。そうやね、作ってんねんよ。そういう感じかな。佐藤ちゃん好き。ラーメンが好きですね。何、どこで食べんの。家の近所とか。いや、でも大学の時はもう、いつラーメンっていうものを知りました。そのどっかで変わりません、概念が。その話いるいや私がラーメンを知った日インスタントラーメンしか知らないじゃないですか、子供の頃。あ、で、ちょっとその日高屋とかそういうラーメンを知って、そうね、で、どっかで一気に変わりません、この世界が。世界は食べてないんじゃないですか、まだそういうラーメン。やめよ。どうなんだろう。けまあ今歌舞伎町とかいろいろあるやん。いろんなとこで。けど私小学校やっぱ王将かな。まあ、王将美味しいですよ、ね。王将やわ。一番ラーメン美味しいなって、振り返るとな、ちっちゃい時。何ラーメンですか、王将。王将ラーメン。王将ラーメン。僕ラーメン食べたことないな。まあ、王将ラーメンって言って。その名の通り、なんかお醤で出てるお家のラーメンは結構醤油ベース。牛骨みたいなのありますよね。そうそうそう、美味しい美味しい。あれは美味しい、牛骨ラーメン。天津飯つけるんですか。大好き。え、天津飯どれですか。3種類あるんですよね、関東だと選べる。あの、あんかけの。あ、あんなやつですか。タレがな。え、塩の頼んだことあります。あるよ、1回だけあんねんけど、なんか甘いへん。ああ、やっぱそうなんだ。ケチャップと塩と、
あと強風っていうのがね、強風、そう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 、強風だれっていうのが、私は強風だれ、もうずっと関西の時からもうあの醤油ベースのあんかけしかあかん人だから。え、ケチャップなんでしたっけ。ケチャップもあるよ。うわ、ケチャップ、ケチャップっていうか甘酢な。あ、甘酢か。そうそう、ケチャップで表してるとこもあんねん、店舗によった。ほんま王将ですか。あの塩だれ食べれないから王将行ったら塩にしちゃうんですけど、もういや、まあ、食べれることないよ、塩も。美味しいっちゃ美味しいけど、あんまないですよね、王将以外。そうだね、なんかあんた好きな食べ物なの一番何も食べ物の話ばっかり。餃子も好きですね、餃子。あ、それこそ思い出した、あセブンシリーズの餃子めっちゃ知ってる。いや知らない。セブンの餃子ですか。あの冷凍のやつと普通のお惣菜のちょっと開けて電子レンジするタイプの両方あるんだけど、どっちも美味しいから。まあ餃子は私味の素、ほんであの唐揚げは私日水が好きなのよ。日水の冷凍唐揚げがめちゃくちゃ好きなんだけど、けど餃子はね、もうセブン、これ見たけどセブンめちゃくちゃ美味しい。チンするだけでなんでこんな美味しいのと思う。食べたことないかも。セブンで270円、80円ぐらいの売ってんじゃん。食べて、餃子好きですか。大好き餃子。今度好きな餃子買ってきて勝負しましょう。そんなん熱々を食べる、まあええよ、あそう冷えてもな、あれや餃子対決。そんなんあんの。わかんないっすけど。わからない。私もそう言われると好きな餃子。あの2丁目のこれ、あ、これ、あ、いいな、あれ。え、2丁目で、新宿の2丁目で有名な餃子屋さんがね、いつも並んで、まだ今こんな時期でも並んでましたよ。福なんとかでしたっけ。福宝。あ、これうちらゲームめちゃくちゃ行くし、2丁目出る前に。あ、でも2丁目ですか、あそこ。あ、これ2丁目です、ギリ、ギリ2丁目。あの一口餃子なんだけど、めちゃくちゃ美味しいね。これ10個ぐらいいるぐらいかな。で、中身もいろんな味があるのよ、高菜とかノーマルのやつとか。あとご飯のよりもすっごく美味しいね。高菜ご飯、明太ご飯とか、あとザーサイとか、おつまみになるメンマとめちゃくちゃ美味しい。なんかシコシコして、あっこはもうビールから始まってハイボール最高ですね。いいな、食べたいわ。福宝、ゆうまさん前ここ2丁目であの頼んだあのたこ焼き屋さんが気になるんですけど。おお、たこに、あ、もう有名なんですか。今度頼んでみようか、2丁目のたこ。それやるや、今度あれ食べて。気になるんですよね。持ってきて、昼間もやってると思うから持ってきてくれる。え、すごい。いろんな味があって。え、こういう、もう個人商店みたいなことですか。そう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 。で、飲みながら店内も食べれんねんけど、テイクアウトも2丁目の街はやってくれんねんよ。あっこのたこ焼きもいろんな種類があるんですよ。まあ、麺ないんかな。あると思う。タコリン、タコリン、タコリンいいな。みんな知ってる、タコリンとシャインマートはみんな知ってると思います、この街。シャインマート、まあ、お腹空いた時、小腹空いた時はもうみんな、あれ、この前シャインマートお客さん頼んでたんだけどね。ああ、このお店やってる時にもと持ってきてくれるの、頼みたいって言えば。そうそう、この前お客さんは大概ね、オーソドックスなあのソースマヨネーズ、はい、醤油マヨネーズ、ネギポン酢、ラー油マヨネーズとかも美味しいね。美味しそう、めっちゃ美味しい。あんで、あと焼きそばも美味しいね、醤油ソース。あと私は大概醤油焼きそばの目玉焼きのせすんねんけど。醤油焼きそば美味しいんですよ。で、あと串もあんねん、うんうん、あの豚とか鶏とかネギマとかそんなんもあるし、最近で私ハマってんのはオムライス。え、そんなにいろいろあるんですか。めっちゃあんねん、いろいろ。で、私の時間ない時、もう、まあ、芸能仕事とかさ、どっか、まあ、人と会ってとか来てすぐ開けなあかん時とかあるやん、オープン、私が鍵開けなあかん日とか、そんなんで頼んどいて、食べてる時間ないから。はいはいはい。そんなんで用意して、ちょっと落ち着いたら食べてみたいな。そういう時めちゃくちゃ好きか、タコリンは。そういう人多いちゃうかな、現場の人って。で、なんかみんなで小腹ついた時とか、あんま店でな、ガーってご飯広げんの嫌やねんや、はい、お客さんとか出前とか私あんまやってない、うん、もうちょっと空気変わるやん、みんなやっぱこう楽しくしてね、こうやったら外で食べてきたらって私は思っちゃうタイプ。ご飯屋さんちゃうからだからあんま食べへんねんけど、タコにはちょっと小腹すぎたらさ、10個ぐらいやったらゴールにできて2つぐらいすぐ終わるし、タコにだけは OK でしょ、唯一出前で私、あとはもう一切お寿司も一切取れへんし、ピザも一切取らんって決めてるんですよ。なんで来ないかな、中とか。取るお店もいっぱいありますよ、お寿司とか。私はやらないんですよ。なんかみんなそっちに行くじゃん。まあ食べ物って強いですよね。そう、ほんでお腹すくやん。ゆうまさんより食べ物になるのが怖いってことですか。よかった、私食べる。いや、そうね。
あ、いいです。これ美味しい、美味しいですね。何なんだろう。今度タコリン、やるもタコリン頼みたいんですよ。みんな食べるよ、今日は。はい、まさきちゃんって言っとくわ、店長さん知ってるから。へ、うん、よくはもらってな、せっかくなら。うん、おいしましょう。はい、はい、じゃあ。ゆるいな。楽しいじゃないですか。楽しい、楽しい。メインの動画とかを言う。もうオーバーハンの会話みたいな。お茶お茶してる会話。こんなんやろ。今のみんなこんなたわいもない話しか喋りませんよ、人間なんて。うん、な。はい、バイバイ。ありがとう。